どうも皆さんこんこにちはチャックバスです本日はですねセゾンアメックスプラチナビジネスクレジットカードのポイントサイトの案件がですねなんと5万ポイントまでですねポイントアップしておりますんで本日はこちらで、ね、解説やっていきたいと思います。 それではではすねまずセゾンアメックスプラチナビジネスクレジットカードの基本スペックからね見ていきたいなというふうに思うんですけども年会費が2万円2年目以降は前年100万円以上利用すると1万円のね割引が受けられるっていう感じになっております。 基本還元率は貯まるポイントは永久不滅ポイントっていう風になっておりまして国際ブランンドははクス発行元はクレディセゾンという風になっておりますまたセゾンマイルクラブっていうね年間4,000円の年会費がかかるサービスがあるんですけどもセゾンアメックスプラチナビジネスに関してはこちら無料っていう風になっておりまして JAL マイルを貯める基本還元率で1.125%っていう風になっておりまして最大還元率は1 1.375%いう風になっておりますちょっと詳しくはね後で解説させていただきますねまたプラチナカードということで各このねクレジットカードラウンジがね利用できたりとかプライティパスが付帯しておりますこちらはプレステージ会員でね楽天プレミアムカードと同様にね何回でも利用できるねプライティパスが付帯しております またホテル特典としてタブレットプラスっていうのが、ね、利用できてこちらも無料で、ね、利用することができるんですけどもこちらを通して、ね、予約すると客室のアップグレードとか朝食とかが、ね、付帯するサービスが ありますこのタブレットプラスに関してはですねちょっと対象ホテルによって特典変わってきますので動画の概要欄にですね公式サイトを載せておきますのでそちらねご覧いただければなというふうに思います。またはプラチナカードということでプラチナコンシェルジュデスクがね利用できたりとか海外サポートデスクっていうのもねあります。このの海外サポートデスクっていうのは 海外旅行の時にねトラブルとか起きた場合に日本語でね対応してくれるサービスっていう風になっておりましてこちらねプラチナカードということで旅行保険も国内外ともに自動負担でついていたりとかですね海外旅行保険についてはですね飛行機遅延や手荷物保証ななどもですね自動付帯っってていう風になっておりますまたねこのセゾンアメックスプラチナビジネスカードの特典っていうのはかなりねたくさんありますので。 細かい特典ね確認されたいっていう方はねこちら動画の概要欄にですね公式サイトを載せておきますのでそちらね確認していただけたらなっていうふうに思いますそれではですねまず年会費についてなんですけどもプラチナカードでですね年会費が2万円ということでプラチナカードの中ではですね年会費としては安いっていうふうになっておりましてまたね先ほども言いました通り前年ね200万円以上ね利用すると 翌年の年会費がですね2万円から1万円にね年会費減額されるっていうね、まあ、珍しいプラチナカードという風になっておりましてこちら200万円をね毎年利用できる方であればですね1万、えー、年会費ね1万円で利用することができますので、まあ、それでねプライティパスがねついてきたりとかコンシェルジュデスクとかもね利用できるっていうことで。 この特典はですね、他のプラチナカードではですね聞いたことがない特典というふうになっておりますんで年間200万円、ね、利用できる方であればかなりねおすすめのクレジットカードというふうになっておりますまたねプライオリティパスに関してなんですけども無料でねこちら利用することができてですねプライオリティパスといえばですね年会費1万円の楽天プレミアムクレジットカードがね、まあ、有名なんですけどもこちら年会費のね割引が受けれればですね同額で利用することができ できますしセゾンアメックスプラチナビジネスのですねプライオティパスは同伴者の料金っていうのが。 本来ですね、三千円っていう風になってるんですけども、セザンアメックスプラチナビジネスに関してはですね、二千円で利用することができますので、ご夫婦とかでですね、片方の方がこのセザンアメックスプラチナビジネスね、持たれるみたいな感じで利用する分にはですね、おすすめのポイントだなっていう風に思っております。次にですね、ポイント付与に関してなんですけども、アメリカンエクスプレスのね、プロパーカードであるグリーンゴールドプラチナ SPG アメックスとかね。 アメックスのクレジットカードっていうのは税金とかの支払いがポイント半減とかねそういうのがあるんですけどもこちらのセゾンアメックスプラチナビジネスに関してはセゾンカードということで税金とかのね支払いも満額でねポイント付与されるっていう風になっておりましてまたねモバイル Suica とかモバイルパスもとかねそういうチャージも対象っていう風になっておりまして。 aupay のねチャージもポイント付与というふうになっておりますんで aupay に関してはですねチャージでポイントがもらえるまたね利用でもですねポンタポイントをもらうことができますので二重取りがねできるっていう感じになっております。またね、JAL マイルに関してなんですけども 基本還元率がですねセゾンマイルクラブ無料入会するとですね1,000円につき 11.25JAL マイルが貯まるということでジャルマイルの還元率は1.125%いう風になっております本来ね4,000円かかるものなんですけどもセゾンアメックスプラチナビジネスの場合は無料っていうふうになっております。 でですので基本還元率で言えばですね JAL カードよりですね JAL マイルが貯まるクレジットカードっていう風になってるわけなんですよねまたですね JAL マイルへの最大還元率っていうのがありましてセゾンのクレジットカードはですねセゾンポータルっていうねスマートフォンアプリがね、あるんですけどもそこでですねセゾンクラッセっていうねスコアがありまして。 そちらのスコアをですね6まで上げるとですね永久不滅ポイントが2倍っていうねサービスがあるんですよねこのポイントをですね考慮すると最大還元率は 1.375%っていう風にに、ね、なりますんで JAL マイルをね貯めるクレジットカードとしては本当にね最高水準っていう風になるわけなんですよねですけどもこの「セゾンクラッセ」のねスコアの上げ方についてなんですけどもこちらはですね公式サイトにも公開されてないっていう風になっておりましてスマートフォンアプリのねキャラクターであるペントスくんっていうねキャラクターがいるんですけどもペントスくんにですねよく会いに行ったりとかですね質問に 答えたりとかですね、クレジットカードをメインカードにするといった、まあ、方法があるわけなんですけどもこれがですねこのスコアを上げる方法っていうね一般的な考え方なんですけども100%スコアをですね最大にするっていう保証は、まあ、できないわけなんですよね。 私のツイッターの友人とかでですねセズンカードをねメインカードにされている方はですね毎月最高スコアね維持しているっていうことでできなくはないと思うんですけどもやはりですねもし最高スコアを狙うのであればメインカードにしていただいてガンガン利用していくね必要があるっていった感じになります。 それで,はですね最後にポイントサイトのの案件の解説ですねポイイントサイトサ EC ナビでセドンアメックスプラチナビジネスの発行利用案件ということで5万円分のポイントでね案件が出ておりますこちらね発行利用ということで発行後翌月末までに50万円のね決済が必要っていう風になりますちょっとね50万円ということでかなりね高額ということでハードルね高いんですけどももしね クレジットカード利用でですね高額決済ね控えている方はですね是非ね積極的にに狙っってていいいたただけたらなっていう,ふうに思いますまたね利用先の制限っていうのはこの案件に関してはありませんので最悪ですね Amazon ギフト券の購入だったりとかチャージ系で利用するのもですね OK っていうふうになっております。 またねセゾンアメックスプラチナビジネスクレジットカードということでこのクレジットカードはですねビジネスカードっていうふうになっているんですけども会社員の方でも発行することができるねクレジットカードというふうになっておりまして本来ねビジネスカードっていうのは発行する際にですね会社の書類がね必要になるわけなんですけどもこのセゾンアメックスプラチナビジネスに関してはですねそういう会社の書類とかね 必要なないいクレジットカードという風になっておりますますすたですねこのクレジットカードねプラチナカードというく、ね、くりにはなっているんですけども審査に関してはですねかなり緩めっていう風になっておりますんでこの点もね是非覚えておいてください。こちらですね同じような案件がですね2019年の本当に今ぐらいの時期にですねあったんですよねね、まあ、昨年はでです、ね、25万円のの決済で同額ぐらいのね。 案件が出てたんでですすけどもその時にですねかなり主婦の方とかでもですねこちらクレジットカードを、ね、発行することができましたのでもしね会社員の方でないね、えー、主婦の方とかでもですね発行できるかもしれないですのでもしね高額決済控えてるようであればですね是非、ね、挑戦してみていただきたいなというふうに思います。 いかかがだったでしょうか今回ですねセゾンアメックスプラチナビジネスクレジットカードのポイントサイトの案件がですね5万ポイントまで上がりましたので解説ねさせていただきましたけども年会費が2万円かかるクレジットカードっていう風になっておりますんで差し引きするとですね50万円利用してですね5万ポイントねもらえるわけなんですけども。 2万円分はですね年会費で持ってかれますのでまあそれでもですね3万円分手元に残りますんでもしねこのクレジットカード発行されてない方であればですね是非ね挑戦してみていただきたいなっていうふうに思います。 今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルでですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオット、ボンブ、ホテルのことなんかね、発信させていただいておりますんで、チャンネル登録してない方はね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。